ただ行けばいいんだって。高まったことが痛からまる思いが落ちてゆく。君の夢まだあるんだって。瞳に明るく散らばり舞う星座。知らぬ大地に足跡つける。宙に焦がれ震えた命。何を求め記憶の縁を抱きしめて傷ついておくのか。でもため息は消える。風に変わる。ほら初めての。かつてこの地は白きほうき星の恵みを受けていた。天より与えられる恵みの雨により文明は隆盛し栄華を極めたという。しかし白きほうき星は赤く変身し様々な災厄をもたらした。だが9人の偉人の奇跡によって世界は救われた。その後旧偉人は遥か果ての大陸で長き眠りについた。彼らの奇跡の源は今もなおかの地に残されているという。そして今新たなる物語が幕を開ける。頭上を照らす白きほうき星の尾に導かれて。売ってるのかい？あ、はい、ぜひ見ていってください。何せ錬金術で作ったものですから。だけどそんな錬金術は。錬金術？なんだそりゃ。あー、なんか聞いたことあるな。ずいぶん昔に流行ったんじゃなかったか。はい、錬
金術はいろいろなものを組み合わせて新たなものを作り出す夢の力なんです。ああ、なんだか怪しいな。やっぱりやめておこうぜ。その、待ってください。150年も前に失われてしまったのでした。また失敗。じっくり話せばきっと錬金術の素晴らしさを分かってもらえるはずなのに。お嬢さん、錬金術師なんですか？イサナちゃん。どう？なんか売れた？それがさっぱり。たくさん声をかけてはいるんだけど、そういうイザナちゃんはどうなの？退治した魔物の素材が売れました。やっぱり今の時代錬金術は。レスナちゃん、くじけちゃダメだよ。なるんでしょ、立派な錬金術師に。オートへ行くまでにもうちょっとロギンを稼いでおきたいよね。私もう一狩りしてくるよ。うん、気をつけてね。私も頑張る。私はレスナ・シテルネンリヒト。立派な錬金術師を目指す錬金術師の見習いです。見習い卒業のため師匠に課題を出された私は、騎士を目指す幼馴染のイザナちゃんと一緒に憧れの王都へと向かっています。その途中でロギンが尽きてしまって、さらに錬金術に対する世間の風当たりの強さも実感し、早速暗雲が垂れ込めているのですが、そんなことではへこたれません。課題を達成して一人前の錬金術師になって、私が失われた錬金術を取り戻すんですから。よし、イザナちゃんに頼りっきりじゃダメ。私もせめて一つくらいは何か売らなきゃ。もしかしたら品揃えが悪かったのかも。きっとそう、そうに違いない。そしたら新しいものを作ってみよう。素材探しにいざ行かん。これとこれと、この素材でいいはず。あ、なに？これくらいなら私でも。ああ、数を頼むとは邪智に長けている。これなら余裕だね。あたしの番。
私がなんとか。せーっ、私に任せて。どうしよっかな。はあ、当たれ。バッチリ。奥の手使えるよ。今日の天気は雨のち隕石。行くよ、それ。上出来だね。勝ててよかった。ねえ、大丈夫？怪我とかしてない？大丈夫です。助けていただきありがとうございました。あなたは？私はライザリンシュタウト。ライザでいいよ。ライザさん。ああ、私はレスナ・シュテルネンリヒトです。さっきの爆発、それにその杖、もしかしてライザさん錬金術師だったり？え？そうだけど、どうして？すごい本物の錬金術師だ。どうやったら立派な錬金術師になれますか？ライザさんはどうして錬金術師になろうと？普段意識していることは？ご飯は何を？ご趣味は？ちょっと落ち着いてよ。どうしたってのよ、急に。びっくりするじゃない。すみません。実は私、錬金術師の見習いなんです。でも師匠以外の錬金術師に会ったことがなくて、だからライザさんと会ってつい興奮しちゃってなんだ、そういうことね。っていうか、レスナも錬金術師だったんだ。はい、なのでぜひライザさんにお聞きしたいんです。どうしたらライザさんのように立派になれますか？立派なんてものじゃないけど、そうだな、よくわかんないや。私だってちょっと前までただの農家の娘だったし、錬金術だって何も知らなくて、なんてことない村で、なんてことない毎日を過ごしてたんだよ。そんな日々を変えたくて錬金術と出会って、いろんなことがあって今の私になってるんだ。だから大丈夫だよ。レスナには私にも負けないくらいの熱意があるようだしね。はい。こんな返事でよかったのかな。他に聞きたいことはない？はい、もう一つ教えていただきたいことが。今錬金術で作った商品を売っているのですが、なかなか思うように買ってもらえなくて。どうしたら皆さんに買ってもらえるでしょうか？それはやっぱりいい商品を作ることじゃないかな。とにもかくにも練習して腕を上げなくちゃね。ですよね。近道なしですね。頑張ります。それにしてもさ、なんでこんなとこに？一人じゃ危ないよ。近くの町まで送ろうか？ああ、ちょっと今錬金術の師匠から課題を出されていまして、そこまでお世話になるわけには。あと実は幼なじみとここに来てるんです。今は別行動してますけど。そっか、気をつけてね。もし本当に危なくなったらちゃんと逃げるんだよ。はい、いろいろとありがとうございました。それじゃあまたどこかで。
一つだけあった。私の師匠が言ってたこと。冒険せよ。さすれば錬金術の道は開かれん。はい。ライザさんか。先輩だ。ライザ先輩、そう呼ばせていただこう。それにしてもこんなところで錬金術師に出会えるなんて。オートに近づいてきたからかな。これはますますオートが楽しみになってきた。早くロギンを稼がなくちゃ。あ、そういえば素材を集めたところだったっけ。よし、商品を作りにアトリエに行こう。デスナステルネンリヒト、行きます。私の番来た。冷静に落ち着いて。とりゃ、やった。私の番来た。せい、やった。最後まで油断せずに。いつもより調子よしかも。戦うのってやっぱり緊張する。やあ、これでとどめ。いつもより調子よしかも。この経験無駄にはしないよ。偉大な先輩方にはまだまだ遠いな。おかえりレスナ。ただいまです、師匠。次ここに戻るときはオートに着いたときだって言ってたわよね。ということはもうオートに。ちょっとですね、お金が尽きちゃってですね。だからまた商品を作ってお金を稼ごうかなと。前に作ったの全然売れてないのね。相変わらず商売は下手ね。師匠、教えてくださいよ。コツとかわかんないんだもん。勝手に売れるっしょ。師匠がすごすぎるんですよ。他に参考になる錬金術師がいればな。そうだ、会いました、錬金術師。やっぱりオートにはまだ錬金術師がいるんですね。前からここにも何人かやってきていたのよ。あなたがいない間にね。え、いつの間に。結局周りは全部崖だったわね。もしかしてこのアトリエ浮いてる島に立ってるの。咲いてる花も見たことないものばかり。後で調べてみませんか。すごいすごい、4人も錬金術師がいるなんて。これはもう奇跡です。星の導きに感謝を。普段はどんな調合をしてるんですか。皆さんが錬金術を始めたきっかけは。どんな本を読んでいますか。好きな色は、香りは。レスナ、落ち着いて。
まずは自己紹介。ごめんなさい。デスナ・シュテルネンリヒトと言います。師匠の下で錬金術の修行をしてます。ザスキアさんのお弟子さんなのね。私はマルローネ、よろしくね。次は私だね。ユーディットだよ、よろしく。私はロロナだよ、はじめまして。シャリステラです、よろしくお願いしますね、レスナさん。よろしくお願いします。皆さん、どうしてこのアトリエに？師匠がお連れになったんですか？ううん、向こうからやってきたのよ。こんにちはって。別の世界からやってきた？ええ、本当はこことは違う世界にいたはずなの。ある日目を覚ましたら見たこともない場所にいて、何もわからず途方に暮れていたら見慣れない飴を持ってることに気づいたの。その飴を舐めてみたらここに飛んできたってわけ。他のみんなも似たような感じみたい。あなたたちのように別の世界からやってくる人は時々いてね、異邦人なんて呼ばれてるわ。どうして皆さんが私と同じ飴を持ってたんでしょう。私は師匠からもらいましたけど。そう、ともかくこれもきっと何かの縁。アトリエには自由に出入りしてくれて構わないわ。他のみんな、ここに来た異邦人たちにもそう伝えてあるし。マルローネさんたち以外にも異邦人が？ええ、ここは将来たくさんの異邦人が集まる場になる。これから賑やかになるわよ。ありがとうございます。困った時は使わせてもらいます。お礼と言ってはなんだけど、もしやってほしいことがあったら何でも言ってね。あ、じゃあ錬金術を教えてほしいです。その、この世界の錬金術は私たちの知っている錬金術とは違うみたいなんです。それにね、知ってる錬金術ができないかなって試してみたんだけど、なぜか。そうだ、せっかくだからレスナとみんなで調合してみたら。マルローネさんたちもこの世界の錬金術を知りたいでしょ。お願いします。じゃあレスナが用意しようとしてた商品を教材にパパッとやっちゃいましょう。レスナ、まずはマナの用意をお願い。はい、師匠。どれを作ろう。さあ、早速始めよう。特性の力を引き出します。
材の特性を引き出そう。この素材にしましょう。頑張りましょう。はい。よいしょっと。結構力仕事なのよね。始めます。知ってるのとはちょっと違う気もするけど、見たことない素材ばかりね。ねえレスナ、これって何？ああ、それは素材同士を混ぜ合わせた時の反応を中和するためのものです。ああ、なるほど。私の世界でも同じようなものを使ったことがあるよ。私も。ということはマルローネさん、こういう手順で進めれば。うん、ようやく先輩らしいところを見せられそう。なんとなく分かってきたかも。これならみんなで力を合わせればなんとか調合できそうです。へえ、途中までしか教えてないのにもう理解したみたい。すごい。私なんかどれだけかかったか。ほら、ぼーっとしてない。レスナの商品を作ってるんだから集中。はい、集中集中。できた。できました。こんなに完成度が高いものを作れたのは初めてです。これがみんなでする調合なんですね。デスナちゃん、ありがとう。おかげでなんとなくやり方が分かってきたよ。あ、いえ、そんな。皆さんすごく手際が良くて、むしろ私が足を引っ張っていたような。そこは錬金術師としての経験の差かもしれないわね。多少やり方が違っても通じるところがあるんでしょう。でもまさか錬金術がこんなに大変だなんて思ってもみなかったよ。昔はこうじゃなかったそうよ。一人でも簡単に錬金術が使えたの。水星から降り注ぐ星の恵み、大量のマナを使うことでね。でもいつしか彗星の数が減って、マナが枯渇の危機に瀕してしまった。だから錬金術は衰退していったの。そうして長い時間が経って、今はもう錬金術自体覚えている人はほとんどいない。あのマナってそんなに貴重なものだったんだ。じゃあ、あまりむやみに調合はできないってこと？その点は心配いらないわ。このアトリエはちょっと特別なの。ここでは錬金術師たちが力を合わせることでマナを増幅することができるのよ。そんなものが作れるなら錬金術は廃れずに済んだのでは。
残念ながらそう簡単に作れるものでもなくてね。ほとんど偶然、奇跡の産物なの。このアトリエができた頃にはすでに錬金術は過去のものだった。昔のように誰もが錬金術を学び取り組むというのはやはり難しいでしょうね。でもそんなのもったいない。錬金術はとっても素晴らしいものなのに。だから私、果ての大陸を見つけて錬金術を復活させたいんです。果ての大陸？たくさんのマナが眠ってると言われている場所です。遥か海の向こうにあると言われています。伝説、おとぎ話の類だけどね。昔国中の錬金術師が総出で探したけど結局見つからなかった。でもきっとあるはずです。果ての大陸を見つけてマナの問題を解決してみんなが錬金術で幸せになれるようにしたい。だから立派な錬金術師になって果ての大陸を探しに行きたいと思ってます。すごい、そんなこと考えてるんですね。いい夢じゃない。夢は大きい方がいいわよ。そのためにはまずは私が出した課題をこなして見習いを卒業してもらわないとね。前にも言ったと思うけど、今のままじゃ果ての大陸を探す旅なんて許可できないわよ。はい、分かってます。師匠に認めてもらえるよう頑張ります。あの、果ての大陸を探すにあたってどうするかってもう決めているんですか？まだ場所の見当もついていない状態なので、まずは錬金術の素晴らしさを広めたいって思ってます。そうすれば一緒に果ての大陸を探してくれる人が出てきてくれないかな、なんて思ったり。その前に師匠の課題をこなして一人前の錬金術師だって認めてもらわなきゃなんですけどね。レスナさん、私もついていってはいけませんか？マナが枯渇してしまうという話、実は私の故郷でも似たような問題に直面しているんです。私も錬金術師としてその解決方法を探していて、レスナさんのやりたいこととちょっと近いなって。そうだったんですね。だからレスナさんについていけば私も何か得るものがあるかなって思うんです。それに頑張ってるレスナさんをなんだか放っておけなくて。むしろいいんですか？ぜひよろしくお願いします、チャリステラ先輩。先輩、なんだかむずがゆいですね。錬金術師の先輩と一緒に旅ができるなんて夢じゃないよね。
何を売ってるんだい？あ、よくぞ聞いてくれました。こちらは錬金術で作ったとても優れた品物なんです。ああ、錬金術っていうのはですね、決して怪しいものではなくてですね、ちょっとレスナーさん、私たち今何してるんでしたっけ？はい、もちろん錬金術の素晴らしさを広めているんですよ。錬金術が素晴らしいって知ってもらえれば、作ったものも売れると思いますし。順番が逆なんじゃ。やっぱりやめとくよ、なんだか怖いし。そんな、待ってください、怖くないです。錬金術は最高なんです。ごめんなさい、一緒に作っていただいた商品なのに、錬金術の魅力を伝えるのが下手な私が悪いんです。そういう問題じゃない気がするんですけど。イザナちゃん、ごめん、ドギン稼げなくて。イザナ？そういえば言ってませんでしたっけ、オートには私の幼馴染と一緒に向かってるんですよ。確かこの辺りで魔物を狩るって言ってたような。魔物、レスナさん、戦闘の準備を。先輩と一緒に戦えるなんて光栄です。至らぬことがありましたらご指導ご鞭撻のほど。敵に集中して。冒険の準備を整えましょう。頑張りましょう、レスナさん。シャリステラ先輩、素敵です。私の番来た。行きましょう。戦うのってやっぱり緊張する。よし、おりゃ、行きます。負けません。どうしましょう。はい、本当に錬金術が好きなんですね。はい、大好きです。錬金術って素晴らしいですから。シャリステラ先輩、先輩から見て私ってどうですか？どうというのは？
私、調合の飲み込みも悪いし、作ったものも満足に売ることができなくて、才能が足りていないのではないかと。ねえ、レスナさん、どうしてレスナさんは錬金術を素晴らしいって思うの？どうしてって このリボン、いなくなっちゃったお父さんが最後にプレゼントしてくれたものなんです。ずっと大事につけてました。そうしていれば、いつかお父さんが私を見つけて、レスナって呼んでくれる気がして。でも、ある時、リボンがボロボロになっちゃったことがあって。これじゃ、もしお父さんが私を見かけても、私だって気づいてもらえないかもしれない。そう思って、部屋で塞ぎ込んでいたら、師匠が村にやってきて、そして、その悩み、錬金術でイチコロよ、お任せあれってね。私は錬金術と出会いました。錬金術のおかげで、私はこうして今もこのリボンをつけていられる。錬金術は願いを叶えてくれる奇跡の力だと私は思ったんです。これが理由です。そうだったんですね。その、いつかきっとお父さんは見つかると思いますよ。はい、ありがとうございます。レスナさん、きっとレスナさんはもう分かっているはずなんです。錬金術は願いを叶えてくれるものだってレスナさんは言いました。私もそう思います。だから、みんなの願いに寄り添ってみてはいかがでしょうか。願いに寄り添う。何やつ！大きい！勝てる見込みはあります。逃げるのも手だと思いますが。売れそうな素材が手に入りそうですし、それにこういうのにも立ち向かえるようにならないと、きっと立派な錬金術師になれないと思うから。守り神も私たちの元へ。やるね！
集中集中大集中負けません。よし私の力相当いい足引きができました。これでは力が、はい秘伝の技見せてあげます。今です。私の番来た。次はどうすれば。せい、すごいです。本気で行きます。私には守りたいものがあるんです。だから邪魔しないで。皆さんお疲れ様でした。錬金術師に近づけたかな。なんとか倒せた。ありがとうございます。先輩のおかげです。レスナさんの錬金術師パワーのおかげですよ。シャリステラ先輩、レスナさん、安心して、レスナちゃんのことは私が絶対に守るから。ううん、いつまでも守ってもらってるわけにはいかない。だって一人前の錬金術師になるんだから。そっか、じゃあ二人で一緒に行こう。うん、ということでとどめだ。これが最強の武器、ハンガー。そして錬金術の英知をお見舞いだ。うわ、すごい、イエーイ。あなたがレスナさんの幼なじみの。うん、私はイザナココシカ。将来最強の騎士になる鍛冶屋の娘だよ。に誓います。私は将来立派な錬金術師になります。流れ星に誓います。私は将来最強の騎士になります。約束だよイザノちゃん。約束だよレスナちゃん。きっと私はまだ始まってすらいなかったんだ。それなのに落ち込んで悩んで、でも お困りの方はいませんか。ご入り用のものはございませんか。どれどれ、どんなものがあるんだい。ですね、みんなの願いに寄り添ってみてはいかがでしょうか。まだうまくできるかはわからないけれど。お客様はどんな願いをお持ちですか。願い、こういうのが欲しいなとか、こういうことしたいなとか。なあ、それならさっき山道で足をひねってね、痛みを止められると助かるんだけど。それでしたらこの商品が。売れた売れた。
スナちゃん、全部売れてる。ありがとう、シャリステラ。レスナちゃんにいろいろ教えてくれたみたいで。ううん、私は何もしてないですよ。またまた、しばらく一緒に動くんだから遠慮とか謙遜とかやめましょう。こら、イザナちゃん、慣れ慣れしすぎるよ。すみません、シャリステラ先輩。そうですね、イザナさん、私がいろいろ教えちゃいました。そういう先輩も素敵です。それじゃあ改めて、オートへ出発。私は今出発点に立っている。ここから私の錬金術師としての冒険が始まるんだ。いざ、参らん。ただ行けばいいんだって、高まったことがいたからまる思いが落ちてゆく。君の夢まだあるんだって、口らばり舞う星座。まだ見知らぬ大地に足跡つける。宙に焦がれ震えた命。何を求め記憶の縁を抱きしめて傷ついておくのか。でもため息は消える、風に変わる。ほら、初めての音が鳴って聞こえる。天空の下、君を探す信仰の意味、きっと気づく。真実へ旅立つ最果てへと生き続ける。奇跡流れ星の誓いがあった。信じたい信じられなくて、だけど向かえば明日が待っている。最果てへと故障を描く希望を涙に見た。私たちの祈り光輝き、たどり着ける夢の結晶へ。ここで会えたのも何かの縁だ。お前の夢、俺にも手伝わせてくれ。逃がしはしない。これが俺の全力だ。受け取れ。これがもらえたよ。
しいパイが作れるかも。ぜひ私も連れて行ってください。これをこうして、わあ、あれ、わーい、パイだ。Thank you.
パイが作れるかも。ここで会えたのも何かの縁だ。